今日は土曜日とあって当日売りの切符を求めて行列ができるほどでした。男子ダブルスの決勝は赤のユニフォーム世界チャンピオンペア中国の陳龍さん、イー成功組、相手は台湾の双子の兄弟キ金龍、キ金水組です。中国韓国の強豪ペアを破って決勝に上がってきた台湾ペアは準決勝までの勢いを持続して第1ゲームの中盤まで中国ペアと互角の戦いです。しかし中国ペアは徐々に実力を発揮し強烈なドライブショットを繰り出してゲームは速いテンポで中国がリードを広げていきます。第1ゲーム中国ペアが21対14で取りました。第2ゲームも中国ペアが台湾ペアを圧倒、21対11で取ってストレート勝ち。中国チームとして男子ダブルス5連覇を果たしました。女子は韓国のヤン・ユンジャ、ヒュン・ジュンハ組が優勝しました。